イラリオン・イラリオンは、キエフと全粒子の不主教。粒子人初のキエフと全粒子の不主教。それまでは全て、ギリシャ人が就任していた。不主教就任以前は、キエフ近郊にある、高所有のベレストボ村にあった聖治と教会にて、修道司祭を務めていた。当時の上流社会の一員であったようであり、おそらくは、名門の出身。 高い教養で当時知られており、1048年頃にフランス宮廷への施設に参加した。しかし養殖に着く以前には飲酒師であった。広大のペチェルスキー修道院聖者列伝等によれば、後にペチェルスキー修道院が建設される場所の地下洞窟で飲酒師として修行をしていたとされる。1 5 0年にギリシア人不主教フェオペンプトが亡くなると、教会の問題で、 東ローマから距離を置こうとする大公ヤロスラフ一世の移行に従い、1051年にルーシュの教会会議はイラリオンを不主教に選んだ。1052年にはヤロスラフが建設した聖ゲオルギー修道院内にあった石像の聖ゲオルギー教会を建造した。1054年、ヤロスラフの後を追うようにイラリオンも亡くなった。新約聖書のみならず、ユダヤ教の聖典でもあった。 旧約聖書を巧みに利用して、ユダヤ教を批判しキリスト教を称えた、立法と恩調についての講話が彼の著作では最も、よく知られる。その他、数編の説教を残している。ありがとうございます。